獣王における最重要人物のお一人、祭事などをまとめておられる長門様からの直々のお呼び出し。はあ、リゾート自体は獣王の了解上に存在するのですが、ここには獣王のものでも滅多なことでは立ち入れないのです。ラファーマ、一言で表現すれば特別なエリアなので、ドキドキしている気持ちはありますありますけど。 Yeah, that would make anyone nervous. そんな場所にあんなことをやらかした後で呼ばれたのですよ。さすが西真風も盗んだり褒められる目的じゃないことくらい予想がついております。 Of course. 今回は武者震いでしたが、今回は普通に震えています。いや、ガイドの方にも来てもらっているのですけど、そうな場所に足を踏み入れてる感じがひしひしと伝わってきますよ。ハーボイ、もう倒れそうです。シマカゼちゃん、いらっしゃい。連絡を受けて待ってたよ。Oh. そしてガイドの私も倒れそう。どうされたんですか、山城さん。お気を確かに。山城はね、そそっかしいの。不相姉様の勧めで責任ある仕事についてなるべく気を張るようにしてたんだけど、島風ちゃんが到着する前にもう使い果たしちゃったかな、記憶。山城さん、せめてここから島風が待ち合わせの建物に行きつけるまでは粘ってください。ほら、島風持参の酸素コーラです。大波を、少しは気力が湧いてくるでしょう。ありがとう。落ち着かれましたか。ありがとう、生き返るよ。もう大丈夫。それで山城は何をすればいいんだっけ。大丈夫じゃなかった。ガイドです、ガイド。島風をどうか長門様のところまで連れて行ってくださいませ。ごめんなさい。山城、どうして自分がここにいるのか理由を見失っちゃいけないよね。さあ、こっちだよ。急ぎすぎて転ばないでくださいまし。山城のことを変わず先に行こうといいです。だから道がわからないんですってば。山城さんが案内しなくてどうするんですか。もう島風がおんぶするから道案内をお願いいたします。よいしょ。Are you alright there, Shimakaze? She looks kinda heavy. Shimakaze-chan の背中、いい匂い。道はね。You think? 体を動かします。これも回収しておきましょう。So I can just move around everywhere.島風は速いぞ。ウィー、何か、何かには使えるでしょう。ちゃんとした案内が始まってからは案外到着が早かったでありますな。島風の足もさることながら、さすが戦艦といったところでしょうか。島風と別れた後、お一人で帰路につけたかどうか切実に気になるところではございますが、だがしかし、今や人様の心配をしている余裕がございません。早く建物の中へ入らなくては。いや、かなり important ですね。なんて大きな建物で
中瀬の知っている旅館の軽く10倍は大きいぞ。すっかり道に迷ってしまいました。バンジキュース、建物を探り当てながら待ち合わせの部屋がどこかわからない。またどなたかに聞くしかないのでしょうか。ん、お主どうしたのだ。おお、はい、長門、天の助け。実は長門様にお呼ばれし、はるばるここまで来たのですが、長門様とは面識もないもので、かくかくしかじか。お会いする前からこれ以上の非礼を重ねるなど、もう言語道断でありまして、しかじかかくかく。そうか、ようやく来おったのか。まったく、ずいぶん待たせてくれおったわ。その口ぶりですと、何かしら長門様についてご存知なのです。当然のことである。世が長門だからな。え、大事なことだからもう一度述べるぞ。世が長門である。まったく、しばらく式典に顔を出さぬようにしていたら、もう新人には顔も覚えられぬときたか。突然気絶しおった。長門さん、廊下で大声を出されるとは何事ですか。おはやかい、マルト。これ、あらな、無礼者を手打ちにでもなさいましたか。違う、こやつが勝手に倒れたのだぞ。こういう時の蘇生はどうやるのだ。水か、重油か。 Good question。 水でよろしいのではないでしょうか。私の水筒を使うといたしましょう。殴るの。ビビッと若い。ようやくお目覚めね、この無礼者。御前である。図が高いわ。すべて思い出しました。無礼の数々。あなたは腹を切ってお詫びを。またぬか。まったく、このままではおちおち会話もできぬ。えい、一旦場を改めようぞ。I mean, this is made of a Yaifi and Compa after all. Hey, Congo. Mitsuketa. Koko ni imashita no ne. Tenki no ii hi ni okurai de desk work to wa hakadorimasu wa ne. Nisekan nara dewa no kimajime sa toitta tokoro desu no.何かご用ですか。そのような視線で見られても私はひるみませんわ。同じ戦艦同士仲良くしようというだけのことでございますわ。そんなに気を使ってもらえるの。正直やっぱこんな親切久しぶりに見たことなくね。こういう時どう感じたら。真面目に全然わからん。お気遣いどうも。もうワンステまだまだお堅いですわね。ああ、本郷さんの中で減点1入ったよ。これは挽回きついやつだよ。やっぱり一つ嫌いしんどいよ。仕事だけしていたい。今こそ名簿を高めるチャンスですのに。知っていますわね。今あなたと島風は時の人ですわよ。時の人。そのリアクションではひょっとして本当にご存知ないのかしら。セイレーンと交戦を行い、相手の出鼻をくじき見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦、獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース、駿河と島風、ここにあり。てな号外を青葉と明石はせっせと獣王中にばらまいてますのよ。二人の情報収集のスピーディーさはさすがですわね。いや、いつかしやったの。あの遺跡者とお騒がせ猫め。私は目立たず平穏に万年サインくらいでのんびり生きていた
い顔になってしまいましたが、実のところあなたがこの艦隊に来た時からみんな興味津々でしたのよ。同期の島風がはつらつとしてらっしゃるのに、駿河と来たらいつも隅っこで気難しい顔をしていましたから、話したくともきっかけがなくてみんなじれてますのに。隅が私のベストプレイスなんです。ところでさっきから何の書類を書かれてますの？これは始末書？そうです、セイレーンの件騒がれているようですが、何も誇らしいことはないのです。まあお叱りがあったのですね。おかわいそう。でも立派ですわ。この量島風の分も代筆されているのではなくて、で、島風は忙しいらしく今朝方出て行きました。困ったやつなんです。パートナーのフォローをしてあげていると。いいですわね、周囲が気になる戦艦駿河の実態。世界でもいち早く拝ませていただきましたわ。茶化さないでください。あいつと組んだのは昨日がたまたまですし、前回が最初で最後です。私は一人の方が上手に動けます。それは分かりませんわよ。縁は腐れ縁になり、そして腐れ縁は良縁の第一段階。腐りかけが美味しいのはお肉料理に限りませんわ。ロイヤル出身の方はおっしゃることが違いますね。あちらではそのようなことわざがあるのですか？今考えたんですがよ。今度は私が無理だ。この人とは無理だ。明るくて魅力的、全く物おじしない。なんでそんな気軽にいられるの？ま、さっきの言葉ですけど、少なくとも私には当てはまっているのですわ。誰か来た。ゴンゴちゃん、山城、お疲れ様。そしてお帰りですわ。リゾート地でちゃんと時の人のエスコートはできましたの？うん、結構エスコートしてもらったかな。まあそれはつまりあまりうまくはいかなかったようですわね。でも時間には間に合ったんだよ。そのはず。もう赤点スレスレな印象しかないですわ。山城、少しは駿河の生真面目さを見習ってくださいまし。うん、ごめんなさい。で、あれ？駿河ちゃんだ。時の人その2が目の前にいたよ。どうも。山城、駿河は今お仕事中なんですの。大声を出しては彼女の気が散りますわ。なんて、今まであなたに話していた私が言うのはなんて言う？別に構いません。駿河ちゃん、ごめんなさい。はい、山城、行きましょう。またね、駿河。金剛さん、腐れ縁ね。私もいつかあんな風に相手を怒らせず諭すように、しかも楽しく話せるように。なるわけないっしょ。ムカムカして、それか私がおどおどして、そこで終わり。ねえ島風、私とじゃどうせダメになっちゃうでしょ。それとも島風が戻ってくるのは16時の予定だっけ。出迎えにでも行ってみようかな、ダメ元で。Let's get in the suite. どんどん行きますよ。島風は早いぞ。 I wonder if I can switch characters. That could be nice.さて、ここいらでよかろう。でもいらですね。獣王艦隊に参加する新人よ。後継についてお主の思うところを言ってみるがよい。一からは思
う少し離れただけなのに、この海はとても心地がいいですね。うん、このなぎは人当たりがいいです。足先で蹴るのが気持ちいい。濁った海とは違いが明らかで、思わず一っ走りしたくなるような景色も、見渡す限り何もなくて青一色で、心が洗われるようです。うむ、海などどこも同じだろうとのたまう者もいるが、人と同じようにどの海にも個性があるのだ。I guess that makes sense. よかったですね。長門様がそのようにはしゃぐお姿は、私、久々に見た気がします。ああ、ここへこのものを連れてきてよかったぞ。主よ、名は何と申した？あら、お教えしましたのに、お忘れになったのですか？こういうのは、直接本人に名乗らせるのが大事であろう。Right, that's the issue. 私は、島風、駆逐艦の島風であります。うむ、第一号型哨戒艇ゆかりのものであったな。道理で風貌にたがわぬ風を感じるよ。では島風、これより呼び出した理由を語ろう。はい、何なりと。先日セイレーンと戦ったそうだな。お主が唇を切ったと聞いておるが、違いはないか？はい、交戦してしまいました。そのこと自体はもう良い。怪我人も出なかったようであるし、余が聞きたいのはセイレーンがどうであったかだ。どのような兵装であった？指揮官はおったのか？Yeah, that's important. 指揮官に当たる人物は見当たりませんでした。我々の教本にも写真が載っているような見知った量産型のみで構成された艦隊で、セイレーンの兵器としては基地のものであり、性能としてはせいぜい中の上といったところでありましょう。ええ、大した相手ではありませんでしたよ。攻撃こそ受けましたが、近づいた者への反撃、戦力性はなく動物的な反射のように感じられました。うむ、会場に設置された鳴子のようなものかの。それにしては数の多さが気になるが、そういえば量産型の艦隊の奥には輸送艦らしき船がおりました。そうであったな。その報告も駿河から聞いておる。ダホにはしくじったとのことだが。すみませんでした。よい、こうしてお主が無事で話を聞ければ十分よ。そしてその船からは何かが。キューブでしょうか。正式には何と呼ぶのか、それはセイレーンさんが見つかないと分かりかねますが、こんな形をしておりました。うむ、これが多数流出していったと。便宜上、当面はキューブを正式な呼称としようぞ。はい、キューブを搭載した輸送艦を守るべく無人機たちを展開していたものと推察ができますね。世もそう考えておる。同意していただき恐縮ですわ。どうかしたのか？その私めが無知なところ大変恐縮なのですが、長門様と赤城殿はどのようなご関係で？私は長門様の摂政みたいなものよ。今くらい様付けはよせ。島風のような若い兵を前にそう形式にこだわることもなかろう。いいえ、これはけじめですよ。どうかお気になさいませんよ。おや、どなたかがこちらに向かってこられますよ。ああ、あれはカガたちね。命じておいた調査が終わったのでしょう。皆
皆さん、こちらにいらっしゃったのね。ただいま戻りました。長門様、姉さん、赤城。島風、呼び出しを受けたのか。まさか、長門様に無礼を。はい、いえ、この前の件弁ですよ。さすがの島風もこの数日はおとなしくしておりまして。あだ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 。騒がしいぞ。取り乱すでない。ずいぶん人が増えたの。まあよい。で、誰ぞ面白い報告でもあるのか。は、普段の現場で流出した立方体ですが、実物を数個持参いたしました。あ、キューブですね。これが噂のキューブ。セイレーンのものとは思えぬ美しさをしておる。うん、材質が未知のものというのは間違いありませんわね。触らずとも分かります。確かにこんなキューブは初めてですね。ええ、不可思議なことにこの立方体は、キューブ立方体はキューブ。加賀、いつの間にか名称が定着したみたいよ。こうなっては合に従うべきでしょう。せめて一人くらいは私の援護をしたらどうなんだ。はい、わかった。キューブな、キューブ。このキューブ殿だが、我々が採取するまでの長時間海中にあったはずなのに全く濡れていない。おまけに浮きも沈みもしない。水の影響を無視して海中で一定の高さにとどまるのだ。そして流されているわけでないのに移動も行うときだ。つまりどういうことなのかしら。わけがわからないというのが正直なところ。間違いなくこの世界にあってこうして手に取ることもできるのに、自然界の法則を無視して存在しているのよ。強いてあげれば嫌いの性質に近いかもしれない。拙者たちの想像も及ばぬ方法で動き、自ら流れ移動も行えていると思っている、嫌いの性質に近いって、まさか爆発したりするのですか。爆発丸一日は会場で様子を見つつ調査したが、まあ今日明日吹き飛ぶことはないようだ。でも、セイレーンの船にあったものという時点で絶対の安全を保証できるものではないのですけどね。それと会場に今も残されている他のキューブ群は、各々が意思を持っているかのように移動を始めておるのだ。おー、嫌だ。これは相当気味が悪いですね。このままでは獣王の領海を越えてユニオンの方面にまで流出してしまうだろうな。その先はどうなるかわからない。場合によっては外交問題にまで発展してしまうかも。私たちで判断できる範囲を超えているから指示を仰ぎに来たのよ。赤城、すまぬがまた知恵を貸してもらえるか。おお、長門様は赤城殿のことをよく信頼されているのですね。獣王のことと希望危険にかけては赤城にかなうものなどこの世におらぬからな。私に頼りっきりではいけませんよ。しかし今回は難しい局面ですし、まあよしといたしましょう。希望危険、まさか悪だくみではないだろうな。それでどうなさるおつもりだ。下手に動けば他の陣営はもちろんセイレーンを刺激することになるかもしれないけど。ならば上手に動けばいいだけのことよ。早速だけど、ユニオン、それからロイヤルと鉄血にも伝説を、四陣営合同で大演習を行うのよ。おお、島風、赤城殿のお考えが。
余もさっぱりわからん。赤城、今回のはちと難易度が高いのではないか。高尾は意図がわかるか。大演習。ふむ、拙者は面白いと思うぞ。高尾ちゃん、無理はしなくていいわよ。失敬な。誰にでも得て増えてというものがあってだな。I get it. 私にはわかる。演習にかこつけて他陣営を利用しようというのだね。言い方が良くないわね。陰ながら協力を仰ぐだけ。他陣営に連絡は行うとして立法キューブは最終的にどうするの。ユニオン、ロイヤル、鉄血と分け合うのか。獣王の領海で破壊した精錬艦にあったものなの。引き渡さないわ。獣王で責任を負うのが筋でしょう。ほう、獣王で独占するのか。要はあまり関心せんが。最終的にどうするかはさておき、あまり死体を公にするのも危険だと思うし、今回は私も赤城に賛成する。特に。おう、そうだな。鉄血は精錬の技術研究にご就寝だ。迂闊にキューブを渡そうものなら暴走の可能性もあるだろ。考察があっているなら素直にそうとだけ言ってくれぬか。いっそ鉄血だけは練習仲間から省こうかしらね。それはそれで別の問題に発展しちゃうわよ。赤城、必ず足並みを揃えて四陣営で行うべきだわ。キューブのことは聞きながら回収に当たるのだから、省いたりしたら余計な詮索を招いてしまうでしょうし。そうね、分かったわ。四陣営で足並み揃えましょう。うむ、話はあらかたまとまったみたいだな。くれぐれも誰の血も流さないように頼む。赤城、期待しているぞ。ありがとうございます。御心のまま。そうそう、獣王内の伝達については島風に頼もうかしら。私めでよろしいのですか。あいにく皆様のお話を半分も理解できてはいないのですが。むしろそれがいいのよ。あとは準備の日程と会場ね。それならあの海上リゾートを使えばよい。しばらくは催事もないのだ。あそこなら皆が集まるにもうってつけであろう。ん？You're not wrong. そうですね。お言葉に甘え、そのようにいたしましょう。ではアタゴとタカオは設営を手伝ってくれるかしら。はーい、心得た。となると私はまさか最も面倒な障害役か。はーい、みんな行った行った。どうすんディエンボでなんすね。相手が荒いな、姉様は。仕方ないな、行ってくる。島風も了解しました。シンピンちゃん、綺麗な瞳をしているわね。せっかくの機会ですもの、獣王や他のみんなと一緒に頑張るといいですわ。みんなでね、お幸せになりましょうね。何がなぼ。先輩の皆様方には存在感だけで圧倒されますが、この輪の中に加われて自分は今幸せです。お呼びがかかったのは私だけとはいえ、駿河殿もできればこの場にお連れしたかった。もっと話が弾んだでしょうに。Probably for the best if you don't. Oh, speaking of which, so I can change characters. Maybe I'll be able to do that really later. But for now,
Let's look for loot! 休めるところは…あー、面倒…You mean the voice changes? I guess there's nothing. Kaga-san? Hmm? Suruga か先日はご苦労だったな少しは高尾とアタゴの説教で懲りたかええさっきまで始末書を書いていましたしそうかせいぜい何かの糧にしておくれカガさんは何をああ姉様からまた厄介事を頼まれたなこれから各国の要人に会いに向かうところだそんなことが急ですねお邪魔をしてしまいました構わんところでそういうお前はどうした新兵道にでも迷ったのか私が案内してやろうちゃかさないでいただきたい姉様を交えた打ち合わせは先ほど終わったところで島風なら赤い V が浮かんでいる航路で帰っていったすれ違わなかったのなら道をたがえてしまっているぞてっきり相方のことが気になってきたのかと思ったが違ったかいいえ違いませんあやつのことを教えていただきありがとうございますそれあの島風に足で追いつくのは至難の技だろうがせいぜい頑張るといいではなそしたらいいね、またあいまい。ああ、面倒。休めるところは。Right. Do we have a battle coming up? まったく。私、何をやってるんだろうね。島風に会いに来た。それって、何をするため?パートナーの縁ってやつだから俺なら前にもう言ったし独り言みたいに言ったんだけどさ私は結局人が恋しいのなんだかさっきより天候悪くない あれ島風あんな海のど真ん中で何をしているの隣にいるのは誰ごめんなさい今日はもう行かせてください目合わせはいつか必ずしますのでいつかがいつなのかはっきりするまではそうはいかないな落とし前の意味ちゃんと分かってんの そこをなんとか島風の手では直せそうにないものですからせめて機械に詳しい人を呼ばないとあからさまにヤバそうな奴に絡まれとるこっちは大切な偽装を台無しにされてイラついてるのよねで、いつなのその人、いつ直してくれるのかなはぁ、あ、そんなに目をキラキラさせながら質問をされましてもキラキラじゃねえよギラギラだよ獣の目をしているよお前のお相手一体どこの国のやつだろうなんだろうあいつを見てるだけでおかんがするこの嫌な感覚つい最近味わったようなこんな時セルガ殿さえいてくだされば駿河だって面白い名前が出てきたねその子ならどうにかしてくれるんだわっなんと申しましょうか不甲斐ない私の至らないところをびっしりと指摘してくださるパートナーのような方ですああまあ駿河殿の方は
島風をどう思ってくれているかちょっと分かりかねるのですがね。おー、いいね、いいね。発展途上の関係っていうのには私興味があるな。そうでございましたか。じゃあとりあえずそいつもここに呼んじゃって。あ、いや、それが今どこにおられるかは分かりません。し、いやー、こっちに目を合わせるなー。ねえ、さっきからこっち見てるようだけど誰？知らない人です。あ、島風、私をかばってくれた。そっか、ただの通りすがりの人か。ええー、そうよ、私はもう行くから。ちょい待ち、せっかくだからあんたにお願いするね。先日ここでドンパチあったみたいなんだけど、そこでほら、私の大事なこの機械もとばっちりで壊されちゃったみたいなの。本当に申し訳ないです。相手が精錬ということで島風躍起になっておりまして。で、あんたさ、これ第三者的に見てどう？こいつさっきからずっと謝るだけなんだけど、かえってイライラさせられちゃうよね。よかったら私の代わりにあんたの偽装でこいつを撃っちゃってよ。え？実弾が怖いなら空砲で勘弁してやるよ。ね、いいじゃん、赤の他人なんでしょ、なら遠慮はいらないよね。それともやっぱりお友達のことは気にかかっちゃうのかな。この際私があんたを撃つのでもいいけど。こいつ、私が誰か分かってて言ってる。それにむちゃくちゃ追ってくる。私も練習や戦闘以外で人を撃つことはいたしません。あなたたちお二人に私の処遇は委ねます。ああ、もう頼りにしないで、このバカ。何相手のペースに乗せられているんだ。そこのあなた、名前は？お、私、そうね、ユリッチとでも呼んで。ピュリッチ。あなたどう見ても獣王のものには見えないけど、旅行者か？どうしたのさ急に、そんなに声荒げちゃって。まあそんなところだけど、ここは獣王の領海、しかも演習にも使ったりする重要な場所。そんなところにどうしてあなたの落とし物があるんだ。それは落としちゃって。普通じゃない、一般人ならそもそもこの近くにも来れない。その壊れた機械、軍事用のものにも見えるけど気のせい？獣王の民に因縁をつけるならまずそちらの素性を明かしてからよ。この主張おかしい。こいつ、いい気になって。はい、そこまで。時間切れよ。ピュリッチだったかしら。戻りなさい。待てよ、お前が決めるな。この海域の担当は私だ。ええー、その通りね。そしてそんなあなたの行動を統括するのも私の役目なんだけど、これについては。これ以上おいたが過ぎるならレイに報告することになるけど、いいのかしら。ええ、もちろん私は別に構わないけど、まずいのなら今すぐ戻ってきなさい。3分なら待つ。それじゃ。ヘブン、命拾いしたな、お前ら。一体誰とどうやって喋ってたんだ？波が荒れてますのでお気をつけて。
あんな奴のこと心配してどうするのよ。Yeah, excellent question, huh? スルガ殿、島風、またあなたに助けられましたね。そう。とにかく拠点に戻らない。あ、はい。考えることは山ほどある気がするけど、ダメ。今は頭が働かない。Yeah, I can imagine. Okay, so.